その剣で聞こうと思ってね。よっこいしょって。デリアちゃん、話しようとしても全然聞いてくれないんで、ちょいと拉致ってきたんですけどね。どうしましょう。目撃者は消去、ザ・口封じ。何がいい？コンクリ海底ダイブ？おー、濃硫酸で跡形もなく？おー、ぶつ切りにしてスープ混入？おー、じゃあ、ごめんごめん。その通りよ。キュン。うそうそ冗談よ。ごめんね。リニアは騙されました。さんに水着を着せてバシバシ写真を撮ってたことですか？昔のゲームじゃないので。叩いても消えないかと。消えました、消えました。ひどい男だね、旦那は。リニアちゃんも元気になったばっかりなのに、そんなんだね。
出すとこんなにひねくれちゃうのかね。何？怖い顔で睨んじゃって。はいはい、わかりましたよ。もう寝ますよ。おやすみなさい。睡眠不足はお肌に大敵なのよ。おはようございます、社長。これでちゅ。表記通り犬でちゅ。犬が一頭送られてきました。一緒に送られてきた書類によりまちゅと、本社の方で軍用犬の開発の話が上がっているとのことで、試験的に訓練してくれとのことでちゅ。そう言ったのでちゅか。メイドの訓練をしているのだから大丈夫だと押し切られてしまいました。申し訳ございまちゅ。わかりました。パイロットを引き止めておきます。あ、社長。でも困る困るの一点張りで。
そうみたいでちゅね。大丈夫でちょうか。そうでちゅね。そうでしたね。わかりました。私は仕事がありまちゅので。あら、珍しいでちゅね。手伝っていただきまちょうか。山ほどありまちゅので。ご苦労様でちゅ。社長のおかげで早く済みました。仕事でちゅから。寝るんじゃないんでちゅか。所長にお頼みするような仕事はもうないでちゅから、ご自由にしてくだちゃい。お疲れ様でちゅ。旦那を起こしに行こうと思ってたんだよ。お昼になっても食堂に来ないんだもん。もうろくするにはまだ早いよ。所長室の方から来たってことはお仕事？ご苦労様です。で、お食事は？旦那、変な匂いがする。なんちゅうか、嫌な匂いだ。
なんかないもん。ちょっと苦手なだけだもん。さあ、そんなことよりお昼ご飯にしましょう。お腹が膨れれば幸せなのです。旦那、何食べたい？何でもいいっていうのが一番困るんだけどな。ふふふ、なんつってもう出すものは決まってたりして、若奥様気分をちょいと味わいたかったのよ。じゃあ一丁腕を振るっちゃいますか。待っててね、旦那。お待たせ。早い、安い、美味しいがモットーですから。炭火焼きチキン、トマトソースがけ、それと根菜サラダです。付け合わせはパンとご飯、どっちがいい？はーい。どうぞ。悔しがることはないでしょう。最近の旦那は料理の作りがいがあるな。ああ、強調しないでよ。お粗末様。あ、食後のコーヒーはいらないの？